はい、速稼塾の久保です。皆さん、ウォートークンまだ覚えてますか？ウォートークンのアプリ最近開いてますか？ウォートークンのアプリを開くと、いや闇が深すぎたというふうなね、形で綾沢ちゃんが動画撮ってくれました。3分ほどの動画なんですけども、じっくり見てるとね、いろんなことが考えられて、いや本当に怖いですね。もともとウォートークンって中国のアプリじゃないですか。で、中国といえばね、ものすごくやばいことを考えたりとか、情報を抜いたりとか、企業に対して、中国企業に対して顧客のデータをよこせみたいなことも言えるわけなんですよね。国家安全法、香港崩壊、世界にいろんな火種をね、ばらまいてますよね。新型武漢ウイルスみたいなのもありましたしね。それからいろんな国と揉めていると、国境線問題、それからね、勝手に南シナ海に人工島を作って、軍の基地を作って、そこに人を住まわして実効支配。いやーすごいですね。だからね、こういうふうなリアルの現場でもこういうことやってくるんで、デジタルの場でも世界侵略をしかねないですよ。まあでもね、昨日の話なんですけども、ちょっとしたニュースが入りました。菅総理が習近平国家主席を、まあ電話対談でね、かなり牽制してねじ伏せたということなんですよ。まあ具体的にどういうことかっていうと、まあ菅新総理はね、新しく政権を取って、まあいろんな国にご挨拶の電話をするわけですよね。まあこういう時期ですから、なかなかね訪問できませんから。で、電話会談をしながら、なんとね、中国一番最後なんですよ。中国はもう後回しみたいな感じでね、まずはいろんな国との同盟関係をしっかりと確認してね、特にアメリカ、そして強調して世界平和のためにやっていきましょうとかね、自由を、人権を守っていきましょうみたいな会談ずっと進めていって、中国行くのかなと思ったら、まあ韓国行ってね、韓国でボヤボヤと話して、その後でやっと中国、屈辱ですね、習近平、うちは後回しかいみたいなね。で、しかも最初に菅総理が出た言葉が、あの尖閣の方どうなってるんですかね、これは中国さん仲良くやっていけるのじゃないですか、これじゃみたいな感じで牽制。さらに、あの香港ね、困ってますよ、何国家安全法、もういろんな商売やりにくくなっちゃって、あれじゃあちょっと人権をね、なんとかしようと思ってる我が国はどういうふうに考えたらいいのかなと思ってるんですけどね、国際社会とも足並み整わないですよ、どうしましょうかねみたいなね。まあどんな話の内容だったのか分かりません。今のね、小芝居は私が想像してます。まあでもね、その結果習近平国家主席が、ちょっともうちょっと詳しい話できませんかねって言った時で、あ、もうそろそろ電話切りたいんですけど、あ、じゃあ分かりました、あのまあワン外相やりますんで、そっちの方で話させてくださいって言ったら、まあ外相来るの、まあ来るなら来てもいいですけどね、じゃあさよなら失礼します、ピン、待ってください待ってください菅総理みたいなやり取りが行われたのかどうか分かりませんけども、習近平国家主席はね、まだまだ話したいことがあったのに、なかなかね、思いの丈が伝えられなかったと。で、今やね、中国ってのはあらゆる国から四面楚歌食らって、もう日もさっちもいかないんですよ。まあ国内でもね、いろんな問題が来てますし、内憂外患ってやつですよね。で、ここで日本に完全にそっぽを向かれたら、もうね、暴発するしかないんですね。まあですんで、なんとか日本との細い糸を手繰り寄せて、世界に対してね、どんなことをやっていけば協調取れるのかってことを探りたいところなんじゃないかなと思いますね。まあでもね、今回のウォートークみたいに、こんなね、ことをね、やってるようじゃダメですね。ウォートークンって何だったんでしょうかね、一体ね。私は全く購入してませんので、わかりません。私がウォートークンへの思い出といったらね、小野里はじめさんっていうね、有名な方がいらっしゃいますけども、ウォートークンの話をしてるところに、岡山の花龍馬さんって方がね、かぶせるようにウォートークンの話したんで、さらに私がかぶせるようにウォートークンっていうね、そんな形でね、もう完全に SEO 狙いで、ちょろっとね、ジャブを打ってみたら、ウォートークンに対しての情報、まあね、ウォートークンに対しての情報が集まってきて、まあ2枚に至るわけなんですけども、ウォートークンっていうキーワードで、いろんな方とつながることができて、私的にはね、完全にプラスだったかなと思うんですよ。で、ウォートークンに投資した方は、何らかの資金を失われたかもしれませんけども、でもやっぱりね、なくすならなくすで、ただなくすんじゃなくて、こういった人とのつながりってものを逆に得ていけば、ウォートークンっていうコミュニティにね、参加したのも全く無駄ではなかったんじゃないかなっていう考え方もできるってことですよね。ということでね、動画概要欄に、その、あやさちゃんのね、
ウォートークンの闇が深すぎるという動画をつけておきますので、まあ皆さんね、よろしかったらご覧ください。タイトルは久々にウォートークンアプリを起動した結果闇が深すぎた2020年10月3日ということでございます。それではちょっとね、長めの動画になりましたけども、また会いましょう。ラブライブ、失礼します。